さあ無事三毛港で帰ってきましたね。ちょっとターミナル取ってみましょうね。一気に取りましたね。さあということでね、改めて行こうまで、あ、どうもありがとうございました。さあ無事ここまで戻ってきたんで、まあ飯を済ませるか先にやるかな。もう言うと11時10分ぐらいですからね。そういうのに言うとお餅も入ってるんですけどね、うん、あ、ストリートマップネタですね。わかりやすいですね。でこんな感じで生駒駅の、じゃあ北側ですけどね、よいしょ。先に乗り降りしたところと違って、こっちからなんかちょっとおひとやかな駅あるんですよね。よし、とりあえず学校の遊んだのかとかあっちの方行きましょうか。よし、次は、じゃあ学研なら富ヶ丘、あっちの方に到達に行きましょう。あれ、ああ、快速、生駒駅ってなってますね。これがこの辺りに映ってる、7000系でしたっけ、何でしたっけ、ホームドアの鍵になるようなセンサーがついてるんですね。あのセンサーで、こっちは流れてる。気にならないと思う方かな。そうですね、ここで流れて、センサーさえ言うと警報を発信するです。まあ、相当ギリギリのところですからね、もうちょっと手前でもいいんじゃないのと思うぐらいのあれですけど、まあ、ホームドアつけるとさ、この位置だからここは多分そう、あの近接免許の特徴の人があれですよね。何せ何せってあんま書かないですよね。どこどこ方面っていう書き方ばっかして、うん、コスモスクエアの方です。コスモスクエアに来ます。危険ですから黄色い線で行きます。よし、ありがとうございます。この列車は、
ついに商用私だけになっちゃいましたね。全然つくんだからね。あれですよね、ターミナルを取らないといけませんでしたね。いや、帰りに取りましょう。もう引き上げましたからね。さあ通行方向側に行っとけばターミナルに行きやすいのか、上はなのかな、北側はなんか鉄道たちがあるだけみたいですね。よいしょ。綺麗な街ですね。京都銀行とかになってくるんですね、こっちになると。なんと銀行はなくなるんですね。なんと。さあ。ってことで、こっちも来ましたね。ね、ここに来ましたね。地下鉄連絡は、なかなかずっと国土スクエアの方ですね。なんか次はまた長田まで行かないといけません。奈良市名館か分かりませんけど、奈良市の高級税で引き延ばしましたね、これ。よかった、南都銀行もありますね。ミニストップもありますね、イオンの真横ですけど。ここおしゃれな細かいところがいろいろとおしゃれな街ですね。すごいですね。なんか IC カードのところもなんかおしゃれじゃないですか。おしゃれな IC カードになってますよ。イオンもちょっとおしゃれな感じじゃないですか。まあもうパッと見でわかるイオンですけど。あ、でもこの時間にちょっとイオンはフードコートはすげえ混んでるでしょうから。まあ、イオンはね、もう四日市市民たるものを見慣れまくってますからね。さあ、あっちにナイフもあるよな。近すぎて今びっくりしてたよ。こっちはレコラックス。こんな感じなんですね。で、向こうにいろいろとバスが来とると。ターミナルだけ取ってきましょうか。せっかくですからね。せっかくこっち来たんですから。よっしゃ。やってみると、これぐらいしかなかった。ちょっと。あ
れですね、学研都市ってついてるからあれだかなと思ってましたけど、この辺りはどちらかというとベッドタウンって感じなんでしょうね。そういう感じのお客さんがね、参見されますよね。これはちょっと見送って、もう出るんですね。でもう一発こっち側が出るんですね。お、まあそろそろ私もね、あんまり悠長なことはしとったらあかん時間なんですけどね。さあ。捨てのない立ち入り禁止になってますね。高圧電気通電中とか、まあ、ここに何か言ってるわけですよね。ね、目と鼻好きですからね、気をつけないといけません。次にこっちの電車が出て、次にこっちの電車が出てくるかと思ったら、もう一発こっちに入ってきて、そういうところを理解していくんですね。面白い運用です ね、 ね、これさあ来ましたよ。まああの串型にはなってないですけどね。ああこれちょっとターミナル間を移すのは難しいかな。ちょっとここから立ち入り禁止ですからね。はい、ターミナル、あー見えない。こっちも難しそうですね。センサーがありますからね。あ、でもこっちは見えるな。はい、ターミナルってことでね。はい、確かにターミナルでした。さあ、あれね、さあ無事着いたところで、まあ綺麗な街ですね。今11時40分、まあ多分ね、この時間帯のね、イオンのフードコート、年末のね、日曜日だから、まあ混んどるやろで、この辺りでちょっと買い物しておきましょうか。うん、買い物じゃねえ、もうちょっと先まで行ってからね。見たところ正直言ってイオン以外特に何もなさそうですからね。よし、あとは住宅地って感じですもんね。よし、飲み物買っておきましょう。校内に入るとあれですね、来たようなんですね、あの IC カードが、それもまた面白いですね。ちょっと出発まで時間ありますけど、こんな感じでストーンと通ってますよね。ちなみにこれあの横にね、あの終電ねとかある感じで、あのポツポツ消えてるところなんかありますけど、要はどっかで繋がったら電気が充電できるんですよね。で、あそこか、なんかゆっくりやなと思ってたところって、あ、これじゃですね。あ、反対側にあるか。こういうふうにして両側からこう取れるようになってるんですよね。どっちかにあればいいと。で、ちなみにこれがここに高圧電流が走ってるかにあいで、この電車は、あの東山線と同じね、地下鉄の名古屋の、あれですね、あの踏切がないはずです。ないと思いますよ。あったらね、多分あの鉄道チャンネルとかすごく有名になってると思いますんで、この手のね、第三蒸気のところで踏切があるところがすごく、珍しいんですよね。なんか東京メトロの引き込み線かなんかであるぐらいなんですよね。なんか、ね、景色いいですね。さあ、早速
ね、こっちのターミナルありましたから反対側ね、コスモスクエアまで行くのありません、ね、長田までですね、うちの切符で乗れるのは、長田から先は別のね、あのこの土日フリー切符では、週末フリーパスでは乗れませんからね。よし、